5PB のファイラジー。久しぶり、 5PB だよ。みんな今日もよろしくね。ルビーのペンネーム迷宮探索命さんからのハガキです。 5PB ちゃんこんばんは。聞いてくれ、ルビーの迷宮の第一階層の探索を無事に達成できたんだ。数々の苦難や犠牲があったけど、これも私に協力してくれた人たちのおかげだ。だからこの場を借りてお礼を言わせてください。協力してくれたみんなありがとう。以上、迷宮探索報告でした。 5PB ちゃん、音楽活動頑張ってね。うん、もっといい曲が作れるように頑張るね。だから迷宮探索命さんも迷宮探索頑張ってね。ちょうどここで時間みたい。それじゃあみんな、また今度、バイバイ。この番組はグリーンハート様の提供でお送りしました。私もやればできる子なんです。
このくらい楽勝です。次は発射です。すごい勢いなんです。
は必殺技で決めるよ。
私一人で十分。そこ、これは痛いよ。よし、ここは必殺技で決めるよ。どうも。今日は協会を代表してモンスター退治の件に関してご説明に参りました。いつもの3人ではないようですね。どうも雰囲気が違うというか、一人足りないような。気のせいよ。私とコンパとアイちゃん何も変わらないの。新メンバーの方ですよね。そうでした、ネプチューヌさんが見当たらないんです。どうなさったんですか。何かお加減の具合が良くないとか。それとも、まさか戦力外通告。そうですよね、モンスター退治がなりわいですから、弱い方を入れていては命に関わります。苦渋の決断の末にリストラを。そんなことしてないです。そうじゃなくって、この子がネプネプなんです。話すと長いですけど、変身してるです。私のことは気にしないで。それより早く説明を。モンスターに困っている人がいるのに、のんびりできないの。いつの間にか森にモンスターが住み着いて、今回はその掃討をお願いします。
時々食べ物を求めて人里に降りてきて勝手に家の中に入るので大変困っているそうです。手癖の悪い猿みたいね。まあ相手がモンスターでそんなのが入り込んだら被害は比べようもないんでしょうけど。せ
このくらい楽勝です。また会った。もう遅れは取らない。白々しいですよ、ストーカーさん。初めっからネプネプのことつけてきたに決まってるです。だとしたら何？どちらでも同じよ。偶然会おうが、つけて会おうが、油断したけど、今度は本気。逃がさない、ネプテューヌ。この勝負もらった。今のうちに。こんな戦闘、さっさと終わらせる。もう一撃で撃破。狙いは完璧よ。鬱陶しいの。もうやめてよ。泣いて謝っても許さない。今のうちに。平気。あったれー。やりやがったな、てめえ。痛いよ。バトンタッチ。私の出番ね。ちょっと痛かっただけ。平気。いい加減しつこいのよ。よーし、乗ってきた。確実に仕留める。やりやがったな、てめえ。よし、やってきた。平気。今日の私は絶好調よ。ちょっと高かっただけ。私がいなくてもしっかりやるのよ。私に任せて。やりやがったな、てめえ。正面から切り切る。ということで、ゲーム業界が平和になるのに、私は
念だけど、まだ続く。待機。これで。ショックにかかっただけ。今のは叩き切る。何をするんですか。鬱陶しいの。話と遊ぼう。嫌がったな、てめえ。もっと遊ぼうよ。目の正直がある。まだ諦めてはいないみたいね。華奢そうに見えてタフな子。突然だけど、ルビーの紹介をさせてもらうわ。以前ルビーを紹介した時に軽く触れたと思うけど、雪が多いわ。もううんざりするくらいにね。けど逆に楽しいこともあるわ。一つ目は雪祭り。その日のためにみんなで雪の像を大陸中に作るの。子供っぽいかもしれないけど、意外に楽しいわ。二つ目は、寒いから常に猫が部屋の中にいることね。こたつに入って丸まっている姿を見るだけで癒されるわ。三つ目は、秘密。気になるなら実際に遊びに来るといいわ。じゃあ今日のブログはこれで終わり。